こんにちは、カジムです。今回はプログラミングは不要、パワークエリでデータ転記加工をやってみたとなってます。皆さんもエクセルでこのデータあっちに転記したい、加工したいって思った時、マクロとか VBA が頭によぎりませんか？プログラミングなんてできないし、ましてや数式にも限界あるしなぁと、そんな方にはパワークエリをおすすめしますという、ちょっと通販みたいになりましたが、まずどんなソフトなのかというところなんですが、データの取得加工ができるソフトです。これをプログラミングなしでできるというのがかなり特徴的です。そしてなんと Excel 2016からはデフォルトとして機能入っております。もう本当に Excel 業務中心の方にはかなりかなりおすすめです。私も現場に導入してかなり、時間削減ができるようになりました。どんな風な流れで使うのかというところなんですが、私なりに3つのステップ立てております。接続して加工して出力という3つのステップなんですが、実際見ながら、これを確認していければいいなと思っております。では行きましょう。それでは早速行きたいと思います。私の Excel は、2016のバージョンになっております。ではまず接続、どんなデータに接続するのか。それはですね、最初ここのデータタブのデータの取得というところから選びます。Excel ファイルだったり、CSV ファイルだったり、データベースだったりとか、まあその他とかってですね、データの種類をここから選んでいきます。今回は CSV を見たいので CSV の選択します。ちなみにですね、事前に用意していた CSV があるので、こちらに接続したいと思います。で、接続するとですね、その CSV 内のプレビュー画面が出てきましたので、じゃあここからですね、加工に入っていきたいと思います。全体を知ってもらうために、まずは、細かいところはですね、飛ばしながらささっといきたいと思います。はい、こちらが CSV の中身に接続しましたので、第2段階の加工をやっていきたいと思います。見ての通り視覚的にこう操作ができる感じですね。フィルターがあったりとかっていう感じです。ちなみにこのデータっていうのが、厚生労働省が公開しているコロナの新規陽性者のデータになっております。で、中身を見てみますとですね、日別に、そして都道府県別に、集計されているデータです。これを東京だけの、さらに月別っていう形で集計してみたいと思います。まずは東京だけに、じゃあフィルターをかけましょうか。東京どこだ？東京だけに絞ります。はい。そうすると右側に、処理がですね、一つずつこう記録されていっていきます。では、今日別になってるんですが、これを月別に変えていきたいと思います。方法としては、この日付データをその月の1日に全部変えてしまいましょうか。ここに変換というのがありましてね、日付と、で、月で、月の開始日というのがあるので、ででん。はい。8月なら8月1日、そして9月なら9月1日という風にですね、1日に揃いました。では、ここで Excel でいうピボット、グルーピングをします。ここでですね、このデートという列と、あとはここですね。そしてさらに出すものは合計します。何を、感染者数を。じゃあそれをどういう名前で、列名で出しますか。感染者数としましょうか。はい。じゃあ OK を押します。そうすると、じゃん。はい。月別で東京の感染者数が出ましたね。あ、ひらがなになっちゃいました。じゃあこれをですね、最後の3つ目の段階、出力というところで OK を押すと、はい、完成となりました。その都度 CSV ファイルを最新に差し替えて、このテーブルをですね、更新とすれば自動的に、最新のデータを加工したこの状態でですね、出てくるという形になります。はい、いかがだったでしょうか。便利でしたね。プログラミングせずにできちゃいましたね。他にできることたくさんあるんですが、それはまた機会があれば紹介していきたいと思います。では3つパワークエリでできることをまとめていきたいと思います。1つ目は簡単に加工ができるよという先ほどの部分になります。まあプログラミングができなくても、こう視覚的に加工ができるのはかなり便利だと思います。まあ Excel
関数の数式に限界とか感じてる人には個人的に次のステップとして覚えていくのをおすすめします。二つ目はデータの合体ができるよという話です。まあ、例えば Excel ファイルのデータとデータベースのデータ、それぞれ Power Query で接続して互いを合体させてシートにポンと出すことができます。まあ、データをあちこちで管理している場合は集計に時間がかからなくなって便利になると思います。そして三つ目、ウェブからも情報を取得できるよというところです。スクレーピングや API 接続ができるということです。Excel やデータベース以外にもウェブからデータを持ってこれるっていうのはかなり便利だと思います。私も API 接続してデータ取得をするっていうツールを、まあ現場の人にお渡しするんですが、データの加工をやっぱ本人が好きにカスタムできるっていうのでとても便利になってます。まあ、パワークエリも結局は裏はプログラミングなので、ここをいじれるようになったらもっともっとできること増えるかなと思います。僕も半年前ぐらいからパワークエリに出会って便利な使い方研究中なので、またいろいろ紹介できればいいなと思います。皆さんもいろいろ取り入れてですね、時間を減らして残業を減らして好きなことに時間が当てられればいいなと思います。それではまた次の動画で。